今回はプロが49手で投了したというね。衝撃の一局を見ていきたいと思います。黒番がですね。ゴッド ai という囲碁 ai で。この囲碁 ai はまあですね。これ、手合い的には互い戦なんですけど、あのプロ相手にですね。4。子置いて勝ちまくっているという。もう非常にね。強い囲碁 ai ですね。 で、白番がですね、中国のプロの方で、この方はですね、野狐九段の戦績で、野狐九段相手に8割近く勝っている非常に強い中国のプロの方なんですよね。で、今、黒がですね、飛びを打ったところで、資料がですね、白のプロの方が投了となりました。一体何があったのかっていうのをね、 初手から一手ずつわかりやすくね、解説していきたいなと思います。では初手から見ていきたいと思います。黒番が囲、e、碁 AI で、白番が中国のプロの方ですね。向かい小目の席になりましたね。で、かかってきました。この係りですね。で、この小ゲーマ係に対して AI はですね、二間に挟んできたんですね。このね、挟みがね、 また有力っていうことになってきまして、最近気軽に小ゲーマ係打てなくなりましたね。ちょっと前までね、もうこれ、ハサミがね、激減してて、ゲげマにかかったらコスミとかケイマとかコスミ付けで受けてくれる人多かったんですけど、これね、僕8段戦でも小ゲげマ係とか打つんですけど、8割方挟まれますね。焦げマ係打つと。 どうしてこのハサミが増えてきたかというとですね、あの研究によってね、挟んでいった側、だから黒の立場で、めちゃめちゃいい手がね、どんどん発見されてきたんですね。で、これ研究勝負になりましてね、相当難解な形になるんですけど、この後かけていく形になりまして。これがね、いくら研究しても結論が出ないくらい非常に難解な形なので、 これ、まずね、中途半端な研究では、まず、潰されますね。簡単に潰されます。あの、プロといえども、あの、研究してても最善で打つのは難しいってぐらい非常に難解な形なので、ハサミがね、非常に有力とされてますね。なので、もう本当にこの焦げ間がかり、気軽に打てなくなりましたね。なので、最近は、一見、高がかりがそういう理由で、 復活してきたんですけども。だからおすすめとしてはね、どちらかといえば一見、高掛かりの方がね、完銘になるのでおすすめですね。これはもう本当に、相当研究してないと小ゲーマ掛かりは打てない手になってきたのかなと思いますね。で、こうちまして。これがね、もう最難解、定石の一つでね、まだ結論出ないんですよね。 で、この形ね、研究するたびにね、どんどん新しい手が発見されていく形でね、そのたびに結論変わるんですよね。で、ここまで打ちまして、これがね、感銘型を拒否するコスミ付けなんですよね。まあ、例えばね、こちらであればね、これ一番わかりやすいんですよ。これは一応感銘型を白を選べまして、かける手がね、わかりやすいんですね。で、出て。で、切った時にこうやって当てて、 で、以前ね、動画で紹介した時は、これで感銘で白悪くないっていう動画出したと思うんですよ。このあたりを打って伸びで。これをね、動画の一応の結論として出したんですけど、これね、僕ね、またね、この形ね、研究するたびに結論変わるんですけど、これね、実はちょっとね、白ね、ってね、間違った手打ってましたね。何間違ってたかというと、またこれ、研究し直してね、発見したんですけど、 これね、当たり決めちゃいけなかった。ここの。ここの当たりを決めて伸びを、多分動画で言ってたような記憶があるんですけど、これね、当たりを打たないで単に伸びがね、正解でしたね。これ当たりはね、鉱材で、絶好の鉱材で一つ打てますので、これが一応、いい形ですね。当たりを決めないっていうのがね。なんでここはね、あの、 結論が変わったんでね、訂正しときたいなと思いますね。この場を借りて。で、これならね、感銘型で白悪くないんですけど、コスミつけがね、この感銘型を拒否する難解系なんですね。なので、この形はですね、コスミつけ打たれたらもう感銘型にはなりませんので、だから、この手をね、知らなかったらもうすぐ潰されますね。で、実践は、 ま、こうなりまして。ま、これ白出ていきたい形ですね。で、これで白がね、なんかこの出た形がいいから、形的にはね、一見するとね、白がやれそうなんですよ。見た目はね。この戦いは。なんですけど、ま、こうなりまして、こうなってね。覗いた時にね、 これね、黒からいい手がありましてね。こちらに押さえる手がね、非常に有力な一手で最強手なんですよね。これがね、やっぱりあの、研究してないとこの押さえが盲点なんですよ。だから研究してないでなんですぐ潰されるかっていうと、研究してないとこの覗きに対して継いでくれるもんだっていう風にね、考えて読んでしまうんですね。もう覗きに対しては継ぐもんだっていう先入感がありますから。だからこれをね、 すぐ潰されちゃう原因の一つはね、これ覗きはね、こういう形になるんですね。絶対についてくれない。これが。で、これ、この、押さえる手がとてもいい手で、で実戦切ったんですけど、切りに対してのこれ、一回当てを打ってかける手があるんですね。実戦跳ねましたけど、一回この当てを打って、白逃げた時にかける手があるんですね。これで、ぴったりね、止まってるんですよ。白抜きに対してはこれ押さえてね。 これぴったり止まってるんですね。しかも外側の傷がほとんどないと。白が一回出て、取ってもこれ当たりが効いてね。これね、断点がね、二つあるんですけどね。もう白ダメ詰まりまくってるので、ダメ詰められちゃうんですよね。こうやって。なんかここで跳ねてももう間に合わないんですよ。この、全部当たりが効いてね。取られちゃうんですね。 ちょっとこれはね、白の方がダメ詰まっててね、あの、いずれにしてもこれ出ていけないんですよ。出たら掛けがぴったりなんですね。で、この形はですね、まあこの羽根継ぎとかでね、一応白、手数を伸ばしていく手はあるんですけど、これ掛け継ぎでね、いい形になりまして、これがですね、まあ白跳ねてね、こういう形になるんですけど、 あの、これ黒ね、衝撃的なことにね、これ研究してみると、これ黒がね、隅捨てても黒打てるんですよ。黒が悪くないんですよね、この隅が。捨てても黒く、悪くない。どうしてかというと、この厚みがやっぱ素晴らしいんですね。この厚みが相当素晴らしい厚みなんですよ、この。二間じまりとぴったりのね、構えで。相当厚い。 だから、ここの当てとかがピタピタと決まるんで、白がこれ取りに行くとね、相当黒が厚みがね、厚いんですね。で、この隅なんですけど、右下の、これ簡単に死なないんですよ。跳ねる手がありまして、簡単に死なないんですね。で、これはまあ、次ぐらいですけど、これ凹む手があってね。で、ま白が、あの、目を取りに行かないといけないので、放り込むんですけどね。とりあえず、ここで放置されるんですよね。 で、これがね、右下隅どうなるかっていうと、ま、こうになるか、任になるかなんですよね。白なかなか簡単には取れない形なんです。右下隅っていうのは。なかなか白簡単に取れないし、取っても白が悪いんですよね。あの、取ってる間にこのピタピタと外側の当てる手が全部黒からダメ詰める手でいい手になってきますから。取ってもこれ小さいし、厚みできちゃうんですね。で、取りに、 あの、黒から打っても、これ、まあ、黒から打つとき、抜きとかなんですけど。うん、ま、これに対して、ま、一回、こんなもんですけど。これなんか、攻め合、攻め合いをやってる間にね、あの <laughs>、どんどんこれ、こういう手がどんどん効いてくるんですよ。あの、攻め合いをやってる間に。だからこれやってる間に、 どんどん黒が厚くなってくるんですね。だからこれとっても白が悪いんですよね。相当ね、これがね、研究してないとわからないんですけど、もうこの時点で白相当結構苦しいというか、うん、結構白苦しいのかなと思いますね、うん。だから先ほども、先ほどの形ですけどね、もうちょっとやりますと、まあこうやってね、まあ逃げないで、まあこうやって、 例えば単にハネツギを打っても、まあ、これ一回ハネ、ね、跳ねる手がいい手でね、この手があるんですよ。この手があってね、ちょっと黒の手数伸びるんですよね。ハネてから凹みでね、伸びるんですよ。で、まあ抜きに、こういう風になりますからね、大体。で、こういう手がね、うん、まあやっぱこれは、ちょっとやっぱあの、 白がね、頑張って取りに行けば取れるんだけど、取っても良くないということですね。うん、だから。白困ってるんですよね。で、実戦切りまして。で、まあちょっとここら辺決めるのは、あの、どんどんかけ継ぎとかで、あのー、白の手数伸びる、伸びて取れるんだけどね、頑張り、頑張って取りに行けば。 あの、どんどん外側が強くなるので、ちょっと保留しましたね、白としては。で、取りまして。で、ここに置いたんです。これ、苦心の一着なんですね。これはね、苦心の一着ですね。あのー、やっぱりここに、黒に凹まれると、取れないんですよね。なのでね、白としてもね、ここに打つよりなかったということですね。 で、この羽がね、黒手数を伸ばす一手で、これもうすでにね、これ取られてても別に黒悪くないんですよ。これ二目取って、あの、下辺めちゃめちゃ厚い厚みなので、これ取られてても黒悪くないんですけど、これまだ取られてないんですね。羽ねる手がありましてね。で、ここに対して、羽に対して白受けれなかったんですね。受けたいんですけどね、伸びとかで。受けると、こちらにね、 まともにね、押さえる手がありましてね。これ攻め合いになるんですけど、まあ、下がりとかになりまして。ま、押さえますね。で、白ね、手数伸ばさないといけないんだけど、こうやって。置きがありましてね。で、次に、こうやって。白のね、目がね、一眼もできないんですね、これ。まあ、この攻め合いどうなるかっていうのを、ま、あ単純にやってみましょうか。どういう結末になるか。例えば、取ってね。単純にね、攻め合いを詰め合っていって。 どうなるかなんですけどね。で、取りましてね。まあ、ここで、取った時に、まあ、こっちに打つ手がありましてね。まあ、次に、取ってね。これ、目あり目なしの攻め合いになるんですけど、まあ、こういう形になるんですけど。これね、黒は一眼あるんですよ。黒一眼あるけど、白が一眼も目がなくてね。これね、黒がね、攻め合い、勝つんですね。黒が有利な攻め合いなんですね。なので、 これね、羽に対して受けてしまうと、これ白が攻め合いね、ちょっと勝てないんですよね、ここに一眼作られてしまって。なので、この羽に対して、切らざるを得なかった。これはもう必然だったんですね、この手が。で、切りまして。これが黒ね、なかなか死なないんですよね、この一目取った黒っていうのは。当たりも効いてますからね。 で当てたんですけど、これ根、ね、付けだと、まあ、ここがね、利き筋になってまして、で、これがですね、まあ、次に出て切っていく手ありますかこれが効いてるんですね。だから白が最強に、例えばコスミとかで頑張ったとしてね。まあ、この辺たりが効いて、黒はね、これ生きるんですねで。これ生きればね、やっぱこれ生き生きになるんですけど、生きれば、これ外側の積み、 がね、黒が素晴らしい厚みなので、これ相当素晴らしい厚みなんですよ。これ出ていけばまた2目取るような手もありますからね。だらこの白の厚みがね、結構まだ攻められる石なので、って必要なんです。何かって必要ですね。なんか。だかこれね、黒がね、相当有利な別れなんですね。生き生きになれば、ね。で、あと、黒としてはこれ、こっちから行く手もありましてね。あの、なかなか。 これ2目わざと捨てて、こういうふうに。ちょっと白もまだ目ないですよっていう、そういう生き方もあるんで。黒がね、やっぱいくらか相当有利な別れなんですね。つけていくのは。なので、まあこれあてが必然になったんですね。簡単には生かしたくないと。で、取りまして、飛び。で、ここで白がね、もう打ちてないということで投了となりましたね。 これで白がちょっと打つてなくなってましてね。まあ次に、まあこれ投了な、投了したんですけども、これ白がね、相当形勢悪くなってまして、まあ打つとしたらこれこう仕掛けていくような手は考えられるんですけど、こうやってね。これ点火口でね、鉱材がないんですよ。捉えた時に。点火口で。どこにも鉱材がない。どこ撃ってもね、効かないんですね。あのめちゃめちゃ。だから例えばこういう手で、眼係取りに行けば、 これ当たりが先手で効くんですね。で、ここのこう解消、先手で黒に解消されて、継がれて。まあ、取りは効いてもね。この黒をね、取る手がない。かける手はこれ、出られて切られて、ちょっと外側の白も弱いので、これで白が持たないんですね。出切りで持たない。ちょっと持たないんですね。かける手がないので。だ飛びぐらいになるんだけど、桂馬に、ぴょんとね。 飛び出されて、これは取れないんですね。だからこう仕掛けていっても取れないので、もうここで白が打ってないということでね、投了も仕方ないのかなと思います。で、この形に対し、あの、関してはですね、非常に難解で、ちょっといくら、やっぱ結論出ないんですよ。いくら検討しても黒が何を間違え、何が敗着だったのかすら全くわからない。非常に難解で結論が出ない。なのでね、 やっぱりこれ結論としてはね、やっぱ一つ言えることは、これ黒がね、そんなに、黒そんなに悪い手打ってないんですよ。そんなに、悪い手打ってないはずなのに、なぜか潰れてしまったんですね。だから非常にやっぱこのハサミとコスミ付けの組み合わせがですね、白の感銘型を拒否するね、難解系として、まあこれから、未だ結論出ないんですけど、まあこれからね、また、まあどんどん、 研究されていくと思うんですけど、まあ、いずれ、まあ、何か分かったことがあればまた動画にしていきたいなと思います現状では全く分かりません一つ言えることはもうこのコスミ付けが有力ということしか分かりません非常にこのハサミは有力な手がどんどん発見されていて毎日結論が変わりますもう本当に研究するたびに変わるということですねというわけでプロでも 潰されてしまうというね。難解系のハサミでした。というわけで、今回はここら辺で終わりにしたいと思います。この動画が面白かったという方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。